皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の数学ミニ式の計算の17回目、今回は等式の変形の2回目、標準的な問題、これを解いていきます。次の等式を括弧内の文字について解きましょう。括弧1番 C イコール2分の A プラス B、 これを A について解きます。 A について解くということは A イコール何々、こういう形に変形するということですね。これ式を見ると A が入っている部分、これ上にありますよね。 A イコールにするためには A が左辺になくてはいけないので、これ両辺を入れ替えします。つまり2分の A プラス B イコール C と全く同じ形で入れ替えをします。で、分数の形になっている分母の2、これを消すために両辺に2をかけます。そうすると分母の2と掛け算をした2が約分できちゃいますよね。と A プラス B は 2C になります。 A を残すので B を移項します。 A イコール 2C-B、 A イコール 2C-B というのが括弧1番の答えになります。括弧2番 D イコール3分の 1SH、これを H について解きます。この V イコール3分の 1SH という式、これって中学1年生の空間図形のところで勉強した式ですよね。円錐とか角錐、この体積を求める式でした。この式を H について解くんですけれど、 H がやはり右辺にあるので右辺と左辺を入れ替えます。3分の 1SH イコール V、 分数の部分、3分の1の分母を消すために分母と同じ数、つまり3を両辺にかけます。かける3とかける3、こうやりますね。ここで SH イコール 3V となります。この後でミスする人がいるんですよ。どんなミスかっていうと H イコール 3V-S って、 S を移項するんだと言ってこの 3V の後ろに -S って書いちゃうんですけど、これダメですよ。移項というのは足し算引き算の時だけですよね。 S と H って掛け算してるでしょ。だから S を消すためには割り算で消すんです。割り算ですから分数の形にして S 分のと、こんな形になるわけですね。で、答えは H イコール S 分の 3V とこうなります。これミスしないのに気をつけましょう。カッコ3番とこの3番のダッシュ、これ同じ問題ですけれど、学校の先生によって教え方が違うので、まず3番の方は括弧を外さない形で、3番のダッシュの方は分配法則、これを使って括弧を外した形で解いてみたいと思います。2括弧 A プラス B 括弧イコール L を B について解く、つまり B イコールの式にする、こういうことですね。この時括弧を外さないで A プラス B の前についている2、これを消すために両辺を2で割ります。割るということは分数の形になるということなので、こういう考え方をしてください。2分のとつけます。とここで約分できちゃいますよね。と A プラス B は2分の L となります。で、 B について解くので A が邪魔なので、これ足し算ですから今度は移項できますよね。で、 B は2分の L マイナス A、こうなります。もちろんね、マイナス A プラス2分の L と、こういう形でも構いません。では今度は3番のダッシュ、こちらは分配法則を使って括弧外します。そうすると
2a プラス 2b イコール l になります。 b の項だけを残して 2a の部分を移項します。 2b イコール l マイナス 2a、 こうなりますね。で、 b の係数が2なので両辺を2で割る、つまり分数の形にするんですね。こうなりますと、 b の係数の2が消えて b イコール2分の l マイナス 2a、 こんな風になるわけです。どちらの形でも答えは正解なので、学校の先生に合わせて覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。